ごきげんよう、地球人の皆さん。今日の良き日にあなたにお会いできて光栄です。私が誰だかわからない？申し遅れました。私は聖団評議会直属移民管理局エージェントのアダドと申します。以降お見知りおきよ。好きなものは異星人街の焼き鳥と人が隠しておきたい真実に触れること。まあ口さがない人からは評議会の犬などとも呼ばれたりしますがね。さて皆様もお気づきのことと思いますが、この地球が今再び異星人による新たな脅威にさらされようとしていますね。その脅威に立ち向かうであろう奇特なお方、新たなウルトラマンと科学特捜隊、かつて地球を去った光の巨人の名を語る、彼らは一体何者なのか。今日は特別にこの私アダドが職務上知り得た彼らの情報を大体3分ほどのお時間で皆様にご報告させていただきます。さあ最高のショーを始めましょう。かつてあった強大な敵ゼットンとの死闘の末、同化していたハヤタ・シンと別れ光の国へと帰っていったウルトラマン。それ以降怪獣の脅威は消え、地球には平和が訪れました。しかしその陰で我々異星人は本来の姿を隠し、社会に潜みながら地球上で独自のコミュニティを築いていったのです。そしてある日のこと、一人の地球人が謎の異星人に襲撃されました。その名はベムラー。狙われたのはかつてその身にウルトラマンを宿していたハヤタ・シンの息子であり、自らの中に眠る特別な力を自覚し始めたハヤタ・シンジローだったのです。父親から大いなる力を授かったことを確信した進次郎君、俺にもその力を最大限に引き出すことができる新開発の戦闘スーツウルトラマンスーツに身を包み、迫り来る危機に立ち向かう。彼は新たなウルトラマンとしての第一歩を踏み出しました。ハヤタ・シンジローとベムラー、この二人の開口が引き金になったかのように、その後異星人による怪事件が次々と引き起こされていくことになるのです。地球の方々に迷惑をかけ、余つさえ大事件を起こすとは言語道断、同じ異星人として嘆かわしいことです。異星人の監視やスーツの開発など秘密裏に活動を続けていた家督隊、その戦闘部隊を指揮するのがセブンスーツを身にまとう諸星ダン。新加入の進次郎君を認めず常に厳しい姿勢を見せる諸星さん、その態度に戸惑いながらも進次郎君は逆境を乗り越え新たな力に目覚めていきます。諸星さんの部下になるのは私でもご遠慮したいものですね。殺す。日々事件を起こす異星人の対処をする進次郎君と諸星さん、彼らの前に突如現れたのが第三の男、エーススーツを操る北斗星司。家督隊と別の意図を持ち、秘める目的遂行のためには手段を選ばない、そんな北斗くんの暴走を気にかける進次郎くんですが、二人は衝突を繰り返します。この少年のスーツは興味深いことに地球のテクノロジーではないようですね。さまざまな思惑が錯綜する中、地球に降り立った凶悪な異星人、私が見る限り
この異星人たちは随分たちの悪い連中のようです。これまでの理解を超える強さを誇る敵を前に次々と倒れていくウルトラマンさんたち。決死の覚悟で捨て身の攻撃を放った北斗の勇姿を引き金に、進次郎は自分の中に眠るウルトラマンの真の力に目覚め、その力で強敵を打ち破ったのです。ほう、それがあなたの本来の姿ですか。すさまじいですね。完全に規格外ですよ。こうして地球に平和が訪れたのもつかの間、新たな脅威が迫っているようです。そして新たなウルトラマンの誕生なんて噂も立っているようです。おっと、これにて私の報告は終わります。そろそろ行かないと。実はある人を待たせていましてね。また近いうちにお会いできることを楽しみにしております。え？なぜそんなことを調べているかですか？私は犬ですから知りたいんですよ。本当に忠を尽くすべき相手を。アニメウルトラマンシーズン2、4月14日ネットフリックスにて全世界配信。